これからねお送りする動画、虫が苦手な方とか、たくさんの集合体が苦手な方はスキップお願いします。毎年このシーズンになると現れるものを今日ご紹介します。岡山県和気町の吉川、大きな、ね、水温があるんですけど、ここに毎年このシーズン10月手前になると、こんだけのかげろうですかね、たくさんの鹿がこうやって、ね、集まってきます。まあ、ただ点灯してまだ、10分ぐらいなんですけど、急に虫が集まって、まあ、今日なんか試験点灯だそうで、普段は電気を切ってるそうで、まあ、今日は試験テントということで、こんだけのカゲロウですかね、虫がたくさん集まってます。
全にあの光が当たってるどこだっけも虫がね湧いてます、ね。置いた場所にこんだけうわ携帯電話レベルの光ではまあ寄ってこない感じです。まあ、こういう感じで切れました。あの試験点灯が、終わったんで一気に暗くなります。